今朝入っているニュースをお伝えします自民、国民民主の両党、部分連合に向け動きを加速自民、経済対策をめぐり政策協議を呼びかける世耕、西村、萩生田氏、無所属で当選の6人自民党開会入りの見通し自民、閣僚経験者からの疑問の声 同性婚を認めない規定東京高裁が違憲と判断しかし国の賠償責任は認めず東京電力福島第一原発溶け落ちた核燃料いわゆる燃料デブリを持ち上げる今後専用容器に入れ茨城県内の分析施設に政府補助金終了で電気ガス 前者で値上がり来月使用分からさてまずは 衆議院解散総選挙でで過半数割れししたたた自民党、とととか政策をを実現するために仲間を増やしたいということで国民民主党とまあ、政策協議へということで動きが加速しております。はいはい、自民国民民主両党は31日、つまり今日、両党の幹事長と国対委員長が国会内で会談することで合意したということで毎日新聞一面で報じております。公明党の幹部も近く国民民主幹部 と会談すると。 いうことです。自民公明の与党と国民民主が政策ごとに連携する部分連合を結ぶことを視野に入れた協議がいよいよ始まっていくということです。うん、まあ今回の衆院選で大きな飛躍を見せたのが国民民主党ですけれども、はい、7議席から28議席まで増やしたということもあったのと、あとは SNS をこう駆使して若い世代にあの支持を得たっていうところも評価されていて、はい、その中で国民民主の 玉木さんはとにかく手取りを。 増やすんだってことをずっとまあ公約に掲げて指示を訴えてきたわけですけれどもさあその手取りを増やす政策が実現となるのかどうかということでその中の一つが年収が1 0万円を超えると所得税が課されるいわゆる1 0万円の壁ってありますね、はい、その壁の見直しなど手取りを増やす経済政策への意欲を改めて示し政策実現につながる協議を期待していると述べたということですそして え、対する野党の中でも最大野党になった立憲民主党の野田代表ですけれども、昨日日本維新の会の馬場代表と共産党の田村委員長と個別に会談しまして、えー、主犯指名選挙が来月行われる見通しですけれども、そこで、あの、決選投票になった場合、上位2人が、 えー、決戦投票に進むってことになりますが、そうなった時は野田さんの名前を書いてねっていうことをね、申し入れたということなんですが、えー、共産党はまあ前向き。ただ、維新の会は消極的な態度を示したということ。はい、そして、はい もう一つのあのキーになるのが国民民主が誰を書くかってとこですけども、玉木さんは決選投票になっても自分の名前を書くというふうに明言していたので、はいえー、そうなってくると、まあ無効票にはなりますので、えー、野田さんが自民を上回る、えー、石破さんを上回るのはちょっと厳しいと、ね、いうことになりそうなので、まあ石破さんがそのまま総理となりそうです。はい、そして、 自民党の幹部は昨日、派閥裏金事件を受けて党を離党していた世耕前参議院幹事長や、えー、非公認で出馬して当選した西村元経済産業大臣、そして萩生田元政調会長、平沢元復興大臣の4人に加えて、えっ、ー、と、与党系の無所属の三田園聡さんと広瀬健さんの2人を加えた合計6人が自民会配列することになったと明らかにしました。うん、えー、まあ、特に4人は政党への復帰、自民党への復帰、 の復帰ってなると反発が大きいかなっていうこともあって多分まずは買い入りぐらいで収めてるっていう、はい、なんかそういう思惑が透けて見えますね、うんはい、さて続いて朝日新聞の一面です民法や戸籍法の規定が同性婚を認めないのは憲法違反だとして同性カップルら7人が国を訴えた訴訟の控訴審判決が昨日東京高裁で行われました谷口裁判長は規定について 性的思考により法的な差別的取り扱いをするものだとして、法の下の平等を保障した憲法14条と、婚姻や家族に関わる法整備のあり方を定めた憲法24条2項に反して、違憲。 と判断しました。国の賠償責任は認めておりません。うん、まあ今全国5つの地方裁判所で6件この訴訟が起こされていて、高等裁判所の判決はそのうち2件目ということになります。3月の札幌高等裁判所でも違憲ということで、まあそれに続く違憲ということで、まあただあの、原告の方々はすごく喜んではいましたけれども、民法を変えたりというところは、やっぱりあのー、 国会でででしかできなないことのその国会で立法に向けて動きが加速するのかどうか、まあ特に自民党にはまだ慎重な意見を持っている方が多いので、うんはい、そのあたりがどうなるのかっていうところですね、注目です。はい、さて、えー、続いて東京電力は昨日、福島第一原発2号機の デブリの試験的取り出しで採取装置の、まあ、爪のような形をした器具を原子炉格納容器の底の方に下ろしていって、はい、少量のデブリを掴んだというふうに発表しました。今後数日から1週間程度かけて この装置を格納容器から引き抜いてデブリを回収する計画っていうことなんですけどもこのデブリの取り出しっていうのが廃炉の工程の中で一番難しいとされている中で、はいえー、しっかり引き抜いて取り出しまで行えれば原発の事故が起きてからっていうのは初めてと。初めてですね。ねういうことになります。ただまだあのどれくらいこう線量計で放射線量が測定されるのかわからないので、はい、まあこの辺りをしっかり 測定して回収できるかどうううかっていい判断をすするということこですね、はい、しかしまあかなりこの時間がかかっていますからねもともとの作業自体ももう遅れてね,れて、はい、ねスタートしてであのなんか初歩的なミスみたいなものもね、はい、ありましたけれどもようやく今ここまでこぎつけたということです。はい